はい、マケオでございます。さあ、プロジェクトゾンボイド続きやっていきましょうということで、前回ですね、4階を再攻略と、4階を制圧しようということで再開したんですけども、まあゾンビがいっぱいとで、どうしたもんか、コンロで塞いだはいいけど全然呼んでも来ないっていうことで、コメントで、コンロの真上ですね、真上に発電機を置いてみたらどうかと、そしたらゾンビが下に集まるはずだよという情報をいただきまして、これは試してみる価値ありだということで、今もう歩数を考えてね、ここが真上だと間違いないっていうところにねセットしました。はい。で、マケオさん、今からバーベキューコンロのところにチェックしに行くわけですよね。あ、ちなみにこちら、あの後入れナレーションになっております。ナレーションはそれ好きマケオが担当いたします。よろしくお願いいたします。はい。そしてマキオさん、右側に侵入するんですけど、ちょっとその前に発電機大丈夫かと、何個まだちゃんとコンロの上にあるよなっていうのをちょっと今考えてますね。はい。そして行きます。はい。あ、ここも確認してますね。大丈夫だねと、周りもゾンビいないねと。そしたら、はい、なんと発電機に寄ってきてますね。これは成功なのか、やったのかと思ったんですが、これね、あのとりあえずここ斜めにコンロを置いて、ちょうど間のところはゾンビは倒せました。そして、あ、倒せたね。はい。そしてもう一匹も届きました。はい。なんとか。ただこの一匹は届かないと、まあ並列に置いても届かないと、コンロを置いても槍は届かないと。そしてまあ右側に行っても、右にゾンビさんが移動してくれるわけでもないと、呼んでも来ないと。で、向こうのゾンビもやっぱり呼んでも来ないと。はい。確か立ち上がって呼んでもダメでしたね。なのでこれはちょっとダメだと、困ったなと。あ、そうだと、一応その右側のコンロのさらに横、右側にあの発電機をずらしたら、右側にこうゾンビが寄ってくれるんじゃないかということをちょっとこの後思うわけですよ、マキオさんね。はい。まあゾンビ来ないですね。呼んでも、立ち上がって呼んでも奥のやつらはまあある程度行ったところで止まりますと。はい。で、コンロの一番近いところにいるゾンビももう動かないんでですね、これはダメだということで、一旦この右側のコンロの部屋の方に少し移動させます。はい。発電機ですね。じゃあ時間を飛ばします。はい。マキオさん再び屋上に、向かうわけですね。これ発電機を少し右側に寄せると、右の方にゾンビが集まるだろうと踏んでおりますね。さあどうなるでしょうか。そしてついでにですね、この発電機どれぐらいの発電量が必要なのかと、まあこの発電機すぐ切れましたよね、電気が、ガソリン満タンにしても。まあ一応あの時は 80% でしたけどね。で、参考のために、この後ですね、マキオさん、ちゃんと、はい、今ガソリン入れて、始動させますと。はい。で、スイッチ
オンにしたら発電量が出てきます。はい、でこれですよ、トータルの発電18でしたっけ、ちょっとあの編集中なんでよくわかんないですけど、確か18個ぐらい冷蔵庫を使うと。でまあ電気とかも、まあ、今下の方ついてますよね、あれも本当は消さないといけないんですけど、でトータルが 21?1 時間あたり21リッターですかね、ちょっとあの見えないですけど、まあ半端じゃない量の発電の量を食うと。まあ冷蔵庫とかはね全部分解しておかないといけないですね、もしあの電気をつけたいんであればですね。まあ、ちょっと現実的じゃないですね、攻め落とす前にこう発電機をどこかに置くとかいう形はですね、まあ数字的にちょっと残してみました。はい、そしてマケオさん再び、少し、発電機をずらした状態で、もう一度向かいます。はい、飛ばしましょうか。はい、着きましたね。さあどうでしょう、どうなってますかね、見てみましょう。ゾンビさんの声しますよ。はい、右側に寄ってきてますね。おっと、これは大成功か、これは大成功だぞ。しかしこの後まあゾンビさんをこう倒すんですけど、まあ結局のところね、まあもう分かりますよね、そう届く範囲じゃないと倒せないと。で結局また前に来てもらえないと、槍が届きません。もう銃でね、散弾銃とかでズドンで撃つしかないんですけど、多分撃っても来ないんじゃないかな。来たとしてもは銃声でやっぱりこのホテルの周囲にゾンビが集まってくるのもちょっとあまり今環境的によろしくないんで、銃はちょっと使えないということで、マケオさん途方に暮れます。どうしよう、いや待てよ、もう一つ試してみようということで、ここでですね、マキオさん、発電機をですねちょうどコンロのさらに後ろ側に持ってきてみようと、もうさらに後ろですね、そしたらもっとこう来てくれるんじゃないかともう最後のもう頼みですね。これで来なかったらちょっともう無理かなって感じですかね。で、この発電機をどうする、今止めてますかね。はい、一旦止めて、回収しての、でバックすると、ちょうどさらに後ろですね。はい、後ろに設置すればゾンビさんはさらにこう前に前進してくれるんじゃなかろうかと。もうこれで前進もしてくれないんであれば、まあこれ一旦今発電機は後ろにやって、またあの電源を入れた状態なんで、またゾンビは近くまで動いてきてるとは思うんですけど、その後ですね、まあ叫んだり してゾンビがブワーッと後ろからもどんどん来てくれるんであれば、まあ、なんとかいけるかなと。ということでちょっとまた飛ばしましょうか。はい、じゃあどうなってるかと、おっとということで、まあとりあえずはゾンビは来ますよね、手前まで。はい、これはいいんですよ、まあ、ちょっと量が多くなってますね。はい、そしてとりあえずゾンビを槍で、近いやつを倒します。届く範囲がのゾンビは倒せると。ま
まあ、ちょっと器用を特性をつけなかったんで、結構槍のね入れ替えがね時間がかかっちゃうんですよね。失敗しましたねこれはね。はい、そして倒します。でここの間からも届くゾンビを倒しますね。これさあ倒しておりますよ。はい、ということで、まあゾンビは手前まで来たゴンジは倒せるんですけど、その後の後ろの2列目とかはもう全然動いてくれない。そしてまあ呼んだりもしました、この後ですね。まあ結果は一緒で、全然後ろの方も全然来てくれないと。だから毎回発電機を1回切って起動させて倒すっていう作業をしないと、まあ寄ってこないし、倒せるとしてもそれ1回やるごとに 2,3 匹しか倒せないと。まあ効率的には悪いんで、それにガソリンもかなりいるし、まあちょっとこれは無理かなということで諦めました。まあ銃で撃つっていう手もありますけども、今の状況は銃を撃ってちょうど今落ち着いた状態なんで、あまり、ゾンビを刺激したくないということで使わないと。さあ今度は負けをはどうするか、次なる作戦ですね。次の日ですかねこれはね。はい、一旦発電機コンロ作戦は断念と。で次は負けをさん、一旦ですねこのホテルの周囲を調査してますかね。はい、まあ、ゾンビさん結構今おとなしい状態で、こっちのまあ結構最初の頃のあのキングスマス島の動画とか見たらわかるかなとは思うんですけど、こっち側の駐車場は結構ゾンビがいたんですけども、今結構ね静かでしょこの状態。あ、結構やっぱり静かだなと。で多分マケオさんはこの時、まあやっぱ銃使えないなと。ここで銃バンバンバンって撃ったら銃声でもうここら辺にゾンビがガンガン集まってくるし、ちょっと嫌だなと。もうこっち側のね、あのホテル側の窓とかも少しバリケードとかしたいんで、作業をですね、まあ、今落ち着いてる状態なんで作業がちょっとはかどるなということで、一旦、どうしようって考えてます。さあどうするんでしょう。じゃあちょっと時間を飛ばしますね。まあちょっとね、あのここら辺で周辺にいるゾンビを倒してます。はい、はい、ちょっとだけ、時間飛ばしてですね、まあ周囲のゾンビを倒しました。で、まあ、ここら辺ゾンビがいたんでよく見てなかったんですけど、お、車、いい車あるなと思って、車の中をちょっとチェックしてますね。はい、これ欲しいですよね。まあ、ただちょっと今レベルがね、あの車両整備とかあそこら辺がゼロの状態なんで直結できないんですけども、あ、これ使えるな、これ欲しいなと思いつつ物色してますね。で車の状態もこれね結構いいんですよ。なので、ちょっとレベルをまた直結できるぐらいに上げてこの車を使えるようにしたいなと。はい、そんなことを企んでおりますね。でその後ですね、またいろいろ物色しますが、この車はどうだったっけな、特に使えないかな。で、向かい側のですねこの赤い車、これがね鍵がついてんですよ。やべえなこれ使えるなと。でガソリンが入ってないだけということで、ガソリンを入れようと。でその時にひらめくわけですよ。あ、そうか、あれやるかと。はい、じゃあちょっと時間飛ばしますね。
はい、ガソリンを持ってきて今ガソリン注入しておりますね。いっぱい食べろ、ガソリン食べろ、そして動け、頼む、動いてくれよ、動く。そしてこれはやるしかない。あそこのゾンビがまだいっぱいいましたんで、窓から落ちてくることを願ってですね、ちょうどこの角っこですね、ここでマキオさん車を走らせながらプップーっと鳴らします。はい、これでねゾンビがね上から落ちてくれ、あ、ちょっと落ちてきてますね。はい、ちょっと今少し落ちてきてるのは 見えましたけども、ちょっと様子を伺うことはできない。そのまま、まあ、ちょっと逃げますね、マキオさん。まあ、ここら辺ね、右側あんまり行かなかったんですけどね、ゾンビが半端ない、これは半端ない。そして上の駐車場ね、こっちもねやっぱりゾンビさんまだいっぱいいますね。はい、ポップゾンビですかね、どうなんでしょう。そして、頼むからあそこの4階の一番奥ですね、あそこからもうゾンビが上から落ちてきてくれることを願って、今車を運転しておりますね。これでねだいぶ減ってくれればいいんですけどね。でついでにこの車はですね、はい、ちょっと飛ばしますね。はい、バリケードとしてここに止めました。はい、まああんまりね車の状況良くなかったですね。なんかエンジンのスタートとかも悪かったんで、多分ちょっと状態見てないんですけど、あんまり良くないと思います。エンジンをこう吹かしてもあんまり前に進まなかったんで、なので、もうあれはバリケード用として、使いますと。でここからですね、今度はゾンビがどれぐらい減ったかなとワクワクしながらですね、マケオさん向かいます。はい、だがしかし向かったんですが、あ、やっぱりですね、全然落ちてなかったです。ということでもうマケオさんはやるしかないと、もう武器を使って1対1もう1匹ずつ排除していくしかないと。ゾンビの数どれぐらいいるのかよくわからないですけども、あの最奥まで、突破しようかなと。このあと負けを4回の最奥まで死闘を繰り広げることとなります。次回お楽しみ。